映ってますかね。2回戦は左側、伊藤慎太郎選手です。いやー、去年のシーズンで一番ポイントを稼いだ方ですね。そうですね、チャンピオンシップポイントランキング第1位、伊藤慎太郎選手。はい、これでしょい、先行で、はい、世界でも活躍しました。ナッシュビルのパーカー着てますね。そうですね、今年の9月世界はナッシュ、世界戦はナッシュビルでしたね、はい、アメリカの。伊藤慎太郎選手は世界大会優勝経験者。数々のチャンピオンズリーグでも好成績を残してきている。上位入賞常連です。本当に伊藤慎太郎選手のプレイングね、かなり参考になると思うのでね、ちょっと一挙手一投足をね見てもらえたらと思います。はい、顔映ってんですね。はい、先に GX マーカー出しておいて。あ、そうだ、ごめんなさい、ダメ感出してない。先行が左側伊藤選手からになりますね。今回は喋ると怒られるんですけど、どういうデッキを使っているのか楽しみですね。前回の大会で確かジュナイパーとラグラージを使ったデッキを使っていた記憶があります。よろしくお願いします。1枚引きます。どうぞ。その時はですね、全然そういうデッキを採用している方が大会には少なかったかと思うので、すごい面白かったと思いますね。さあ、ここはダート自転車を使います。2枚今札から上から引いて1枚をトラッシュする。グッズで引けますので、かなり使い勝手がいいカードですね。グラジオを捨てましたね。アローラロコ、ケロマツに水ゴロ、そしてアローラロコリリエ使って8枚になるまで引きます。これはまた面白い進化デッキですね。ケロマツときましたか。月光が、月光がが入ってそうですね。月光が GX ですかね。さあ、アローラロコンですね、道しるべという技がですねかなり強くて、まあ、特に高校で使えると、技のエネルギーなしでですね、山札からカードを2枚、ポケモンを2枚持ってこれますので、結構進化デッキと相性がいいですね。次の番にアローラロコンが倒されなければ、道しるべ使ってケロマツや水五郎の進化系およびアロラキュコン GX を持ってきて、次の番にアロラキュコン GX 進化して、さらにグッズを持ってきて不思議な目で進化するという、そういった動きが強いです。あ、グラジオは2枚入ってましたね。もう1枚のグラジオを使って、トラッシュにじゃない、サイドにあるカードとグラジオを入れ替えて加えるという効果です。これでいいか。はい、1枚で何か。あれ、カットお願いします。あれ、リリエ、あ、222で置いた方がいいか、ごめんなさい。あ、リリエ使ってないのか。グラウッター、失礼しました、リリエ使ってないですか。はい、はい、タイマーボール、僕の見間違いでした、すいません。はい、タイマーボール使いまして、持て、ポケモン2匹を、あ、強い、強いけど今いらないんだよな。進化ポケモン2匹を持ってくるという効果ですね。ちょっと手札見ます。はい、あ、2ターン目か、失礼しました、ごめんなさい。キューコンとラグラージを持ってきます。2ターン目でしたね。そのままキューコン進化して、はいはい、特性の相手が何もしなかったんですね。少しちょっと見逃しました。完全にそのままネストボールを使います。なるほど、はい、これもうなかなか珍しいデッキですね。チコリータが入ってますね。これは来ましたね。いや、おしゃれだな。メガニウム来ますよ。メガニウム特性によってね、自分の進化ポケモンがね、不思議な目なしで進化できますので、二進化デッキプラスアルロキューコン GX っていうデッキで、非常に二進化がたくさん立ちやすいデッキですね。はい、ベンチが埋まってきました。一方、山本選手の方はゾロワーク GX に進化していくと。いや、なかなか、なかなかおしゃれですね。はい、これ2回目の、先行2回目の番で伊藤慎太郎選手、すでにこういう場面ですね。はい、そのままレクチャー打ちます。はい、特にエネルギーはついてないですね。宇津木博士のレクチャー使います。今札から HP60 以下の種ポケモン3匹を加えていきます。
進化デッキによく採用されやすいカードですね。イワンコ2枚とゾロは1枚、はい、イワンコイワンコゾロはこれは、ルガルガンゾロワークと通称ルガゾロというデッキですかね。そうですね、はい、もう長く見てますね。そうですね、ゾロワークジェクス特性によって手札を1枚トラッシュして2枚引くという効果を持っていますが、さらにダブル無色エネルギーで自分の場のポケモンの数かける20ダメージという技を持っています。一方でイワンコはルガルガンジェクスに進化したときに特性によって相手のベンチポケモン1匹をバトル場に呼び出す効果がありますので、うまくそこを使って場や相手をコントロールしていくデッキですね。さあベンチ並べていきました。ダブル無色エネルギーつけてこれで120出ますね。レオトビート100点で、はい、抵抗で100ですね、はい、抵抗がありましたね、100ですね。不思議な雨、はい、さあここは不思議な雨でメガニウム早熟ハーブで手札からメガニウム出して早熟ハーブでラグランジさあ早熟ハーブ2回使ってきました。一気に二進化ポケモン3匹出てくる。いやパワードローも強いですからね、はい、パワードローゾロワークの3枚版ですか、ね、そうですね。パワードロー特性によって1枚トラッシュ3枚引く、強いですね。これすでにしかももう前回ジャッジホイッスルか、いいですね。ハンサムとハンサムを手札にハンサムホイッスル、はい、失礼しました。ジャッジマン、はい、それはまだ出てないですね、はい、あれってありましたね一瞬はい、ハンサムホイッスルです。アセロラ9個戻します、はい、おケロマツ前、しっかりアセロラで回収してケロマツ出していく、入れ替える。道しるべかな。そして流れるようなプレイングですね。ここでまた二進化ポケモンをもしかしたら持ってくるのかもしれません。早熟ハーブで進化しやすい。メガニウム2匹立てているので1匹倒されてもね残るような感じの運用したっぽいですかね、はい、これメガニウムとか月光河ですか。あとは次の水五郎ですかね。こんだけ二進化立つとね超ブーストエネルギーっていう働きますよね、はい、二進化ポケモンが3匹出てた時にエネルギー4個分になるっていうエネルギーにも取引1回使えます、もう使えちゃうぐらいですね。グズマ2枚してます、はい、さあグズマトラッシュして取引。いやこれはおしゃれなデッキですね。ベンチのイワンコ、メガニウムをこの新潟大会でメガニウムを使ってきました。さあケロマツ出してレガルガンにトエネ手張りします、はいはい、呼び出してエネルギーつけて、このままライオットビートでサル1枚もらいます、はい、ここはまずケロマツ倒していく。番割り、月光ガジ X をねさっき持ってきたのを見てね、はい、まあ、倒しておくっていうことですかね。そうですね。さあラグラジ2匹目早熟ハーブレスキュータンカーを使ってトラッシュから、あ今回はポケモン3匹を選んで山札に戻すことですね。ケロマツケロマツロコンを戻す。どうなんですかねこれ。やはり月光河でブーストエネルギー張って、はい、ループするんですかね。パドロ結構捨てて3枚。なるほど。いやでもだとしたらちょっと場が足りてないですもんね。ケロマツ2匹は欲しいので、ハンサム下から3枚引きます、はい、まあ、ラグラージで耐えていくパターンもありますね。そうですね、それは全然ありますね、はい。サイドの取り方がなかなか見えて、はい、どういう動きをするのかちょっと僕もすごい楽しみです。あ、ネストボール、レスキュー単価で山札に戻したカードをしっかり出してくるという動きですかね。種ポケモン1匹を山札から選んで出すというベンチにします。持ってきません。道しるべ、はい、あ、出さなかったですね。ケロマツ、ケロマツと名前で、はい、生ケロが入ってますね。キングまで入れてるんですね。面白いですね。これ他にも何が入っているのか全く分からないデッキです、はい。ケキングさんですね、特性によって相手の場のね特性がなくなるという効果があります、はい、かつ地味にダメージがね結構出るポケモンなので、どうかていくんですかねこれうん、何でもなかった。ハイパーボール使います、はい、ネストボールとそうですね160ダメージしますね。ヒッキング、はい、破滅の一撃で。とはいえ
ただ特性を止めるようには入れてるのかなと思いますけど、はい、ルガルガン GX っていうふうに言います、はい、ちょっと戸惑いますよね。アンノーンか、まあ、どう戦ったらいいか。アンノーンはないんじゃないですか、さすがに。あ、そんなコメントありましたか、はい、コメントがアンノーンで勝つんだったら面白いっていうコメントがありましたけれども、だったら二進化を育てると場に着地しすぎるんでちょっとリスク。ベンチのイワンコ、ルガルガン GX 進化、ね、はい、ルガルガン GX でメガニウムを特性呼び出していきます、スタジアム食いつくされた件にあります、はい、ギネで10アップ130、レオトビート150キャリでサイド1枚もらいます、はい、1枚引きます、はい、とパワードロー、はい、3枚間違えた、まあいいや、パワードロー、はい、クックで使ったら150ですね、タイマーボール捨てて3枚、はい、でタイマーボール使って2進、いや今パワードローですね、パワードローか、パワードローで3枚引くと、はい、ハンサム下から3枚、はい、ハンサムを使って下から3枚見ると、ハンサムホイッスルでダート自転車一緒に採用してる感じですね、今回はダート自転車で2枚見て1枚トラッシュ、アステロラをトラッシュ、ガンガン回りますね、やっぱりあとヤンマイ1枚じゃないですか、掃除カーブメガニウム、はい、そんな近いですか今、確かになんかこう束には見えませんねやっぱり超ブーストエネルギーが引けてないのかな、ヒロマツ、掃除カーブ、月光が風魔手裏剣、ルガルガン GX に3点、はい、ポケモンいるかい、月光が前で、お、月光がこれ超ブーストあるのかな、超ブーストエネルギー、 ありますね、はい、ああレイヤーか、レイヤー通していいかな、どうしてもいいけどな、で戻るかどうか考えてってことですね、やっぱりこれのループなんですかね、先生だけの奥を張り替えていきます、おぼろぎりで110で山に帰ります、110点もらいます、戻していきましたね、山がもう少ない中で山戻しつつ超ブーストを連発していくんですかね、じゃあ1枚引きます、はい、そうですね、おそらくこれの繰り返しになるのかなと、ね、超ですね、なるほど、早熟ハーブはケロマツ出してすぐに月光が一進ができますん で、 そうです、ね、ケロマツ出す、月光が出す、超ブーストを出す、攻撃する、戻るっていうのをパワードローで山札をゼロにしながら繰り返していく感じですかね、そうですね、で山札が戻るので、はい、負けはしないっていう、すごいですねこれはものすごいデッキですね、ラティオスと、はい、なるほどなかなかな選択をしてきましたね、すごいですねこれは、めちゃくちゃ面白いですね、ただ返しでサイドは取られるので、ゾラック GX 使います、はいはい、まあ触ります、はい、サイドレースが間に合うか結構ギリギリなところですよね、月光が戻っていく限り山本選手の方は基本的には1枚ずつ取っていくしかないと、ジャッジマン打たれますよね、ジャッジマン刺さりますね、このジャッジマンでどう対応するか、はい、カットお願いします、お願いします、超ブーストが引けない番が増えてくると、かつ4枚進化できない番とかが増えていくと、ちょっとまあとはいえパワードローはあるので取引2回目使います、はい、どうぞ、次博士のレクチャー切って2枚、6枚引きますね、はい、さっき手札が何枚あって山札が何枚あるかに、いや、まあでも20枚ぐらいはありそうですね、また使います、ライオットリード先に10点で、はい、サイド1枚もらいます、終わり、1枚いきます、はい、さあここでどう動くか、パワードロー、はい、水ゴール捨てて3枚、このパワードローをどんどんしていってもレスキュー団子まで入ってそうですからね、まあ、ダート自転車入っているということは、まあ、かなりせせらぎの丘、はい、そうですね、かなり走っていくデッキではあると思うので、はい、ケロマツ、なるほど、せせらぎの丘でケロマツを出しつつ、はい、ダート自転車、ダート自転車もある、ケッキングもあってますね、ケッキング、なるほど、ケッキングをトラッシュに送ってきました、パワードロ、はい、3枚
ハンサムホイッスル。いや、ハンサムホイッスルは完全にカットお願いします。ピック用ですね。そうですね。本当に細かく考えてますね。ハンサム。ハンサムを使ってきました。だいぶ引きましたね。だいぶ引きましたが、掃除カーブ。入れ替えて、しっかり進化していく。ポケモン入れ替え。まあ、入れ替えていく。超ブースト。超ブーストある。おお、これは。そうですね。これ何を次出すかが大事なので、使うかどうか迷ってますが。はい。ここは倒していきました。まあとりあえず僕から出します。ちょっと考えますね。どうしようかな。入れ替えか。もういらないよ。取られるか。あでもデスローブの幼稚園が上がるのがどっちがいいかな。ラグちょっと山見ます。1、2、3、4、5枚か。大丈夫かラグいなくて、はい、さあここからラグラージを出していきました。ペガルガン前出します、はい、残り10分です。はい、はい、じゃあ1枚引きます、はい、取引1回使います、はい、ちょっと楽しみです、はいどうぞ、はい、2枚引きます、はい、あと時間が結構しっかり10分もあるのでゆっくりできはしますが、いや考えてますね。ハイパーボール、はい、ネストボールと、はい、アセロラ切ります。はい、どうぞ。ラグラージのヒットポイント160もなかなか倒しづらいデッキではありますね。ルガルガントロックは、はい、します。ニコ玉張ります、はい、多分宿エネルギーを張ってマシャド破れかぶれで、マシャドの破れかぶれで手札がお互い4枚になるように山札を引くので、一度リシャッフル入りましたね。はい、ただ、110ダメージで4枚前のラグラージは倒せないので、ルガルガンは場はそこまで動かなそうですね。技使います。爪で切り裂く。110点で、はい、終わります。1枚いきます。あー微妙だな。まあまあいいか。使っていいかな。せせらぎの丘、はい、いやせせらぎの丘がとにかく強いですね。安定してケルモツを持ってこれるので、これは何とかして壊したいところですが、あとはパワードローパワードローで引いていけばいいっていうところで、結構ジャッジマンとかマーシャドウでうまく相手よりシャッフルしているんですけれども、結構ケアできてしまいますね。はい、ちょっと一瞬離席してしまいました。すみません。はい、いや伊藤選手ある程度もう盤石ではありますが、サイドが間に合うかどうかっていうところだけですかね。なるほど。踏ま手裏剣で前に3点で、あとは入れ替えられるかどうかっていうのは結構大事ですね。ただグズマをどう使っていくか次第ですが、はい、グズマカプテルフ、はい、結構戦局としてはどっちもまだ目がある感じですかね。そうですね、ただ伊藤選手抑えるところを抑えているので、ポケモンもう一匹絶対置かないですよね。ルガルガンの GX 技で、ラグラージが倒されてしまうので、ルガルガンのダメージ、デスロブ GX がベンチポケモンの数かける150なので、ラグラージ HP160 だからそこをうまくカバーできるようにしていると。なるほど。本当は逃げやすいポケモンとか1枚置いておきたいんですが、ただ他にエネルギーが入ってなさそうなので、
もはや逃げやすいも何もないですね。なるほど、超ブーストエネルギー1枚で戦っていくというデッキなんですね。す他のエネルギーまだ見てません、はい、さあここはルガルガンジクスのエネルギーを1個つけていく。アセルカードを山札に残ってる。あ、なるほど、もうここはグズマでサイド1枚取っていきますね。このまま爪で切り裂くで1枚もらいます。おお、倒していきました、はい、残りサイドが2枚。1枚。ああ、ちょっと待てよ。サイド2枚ですが、月光河がループしている以上すぐにゲームは決められないですね。シスラリノか、はい、でルガルガンも90ダメージ乗っているので、はい、ですよね。なので月光河で倒せますね。なのでサイド2枚は取れますね、はい、これ伊藤慎太郎選手が2枚取って、あとはカプリテク GX が一発圏内に入っているという状況ですね。そうですね、はい、あ、でもあ、これはゲーム終わりましたね。すごいですね、月光が GX の特性2回でテデフが落ちまして、パワード、超ブーストエネルギーつけて倒して、サイド4枚取って、伊藤慎太郎選手勝利。すごい、いやこれはすごいですね。これ白書ですね。これはいやおしゃれですね。これはすごい、この番で終わるっていう認識はちょっとこの実況陣もなかった感じです。まあ次かなとは思ってました。ここで月光河を、月光河2匹出ましたね。そうですね、月光河でカプテテフにダメ感乗せて倒し殴って、でその後にもう一回進化すれば終わるなとは思ってましたけど、やっぱりカメラは結構厳しいのでちょっと怖かったですけど。じゃ結構前からこのプランをもしかしたら考えたんでしょうかね。そうですね、まあグズまでカプテテフ狙った時点でおそらくそうなんでしょうね。月光が2回倒せると踏んでってことですね。いやこれはもう対戦相手も終わった後少し笑ってましたけれど、本当にこうこんなんありっていう感じの強さでしたね。まあそうですね。はい、すごい戦いでした。とはいえ結構本当大変なデッキ作ってきましたね。そうですね、ちょっと僕はあの始まる前にぜひ参考にしてくださいって言いましたけど、参考にできるかなっていうレベルの。そうですね、超トリッキーでしたね。本当に ただただおしゃれでしたね。本当にもすごいですね、デッキ考える能力がすごすぎて。ちょっとクリーチャーさん的にはああいうデッキは想定しましたか。まあ想定してたかでいうと怪しいですけど、でも作ってもらったことに対しては相当嬉しいですよね。すごいですね。はい、じゃあこの後実際に伊藤選手をお呼びしてお話を伺いたいと思います。はい、じゃあお願いします。マイクの方でお願いします。はい、まずは勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。もう入ってるか。はい、デッキがまずすごいっていう話をこっちしてまして、いやまあ結構迷ったんですけど、はい、今回も、はい、なんか前日の練習でだいぶ勝てなかったので、はい、もう開き直って、はい、久しぶりに、はい、自分らしいデッキを使ってました。すごいですね、メガニウムがついに出てきて。そうですね、結構まだね、構築はあれですけどすごい面白い構築で、最後の番とかも月光が2回特性使って、そうですね、綺麗に勝ちましたね。まあ少しアセロラで、はい、ターンが伸びてしまうかもしれないリスクもあったんですけど、はい、まあ、サイトが残り4枚で、はい、カプテデフに110当てると、はい、もう風魔手裏剣2回と前を倒して4枚取れるターンになったから、はい、まあ、ちょっと勇気あるけど、まあ、アセロラ前のターン切って破れかぶれしたし、まあ行ってみるかみたいな感じで行ってみました。なるほどね、はい、破れかぶれもセットで、はい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 、すごいですね。本当にもうコメント欄でも、もう本当にすごいすごいっていっぱい書かれてまして、ありがとうございます。しかも綺麗に勝って本当にすごいなと思いましたけど、はい、ありがとうございます。今日はなんであのデッキを組もうと思ったんですか。僕いっぱいドローできるのが好きなんですよ。ちょっと頭悪い感じの話になってしまうんですけど、はい、いっぱいドローできると選択肢が多くて、まあなんか自分でプレイの選択ができるのと、はい、まあ、ドローして、まあ、ポケモンカードですから、はい、まあ、やっぱドローするのが楽しいので、はい、久しぶりに、まあ、ラグラージというポケモンを使わせていただきました、はい、前回もラグラージとジュナイパーでしたっけ。前回は、まあ、はい、キューコンジュナイパーどうしてもルガルガンゾーラークイに対する、
なんだろう対応カードを山から引いてこなきゃいけないっていう面で、ラグラジの採用だったんですけど、はい、まあ、今回はまあラグラジ思い切った使い方をしてみました、はい、すごいですね本当にどういうデッキか序盤僕ら分かりませんでしたもんね。いやちょっと厳しかったですね。そうですね、まあ、ただただおしゃれだなと思いましたけど新しいタイプとして、はい、ぜひこのまま決勝までまずは行ってもう一回タクでみたいなと思ってますけど、まあ、ちょっとあの重いデッキなのでやっぱり進化がたくさん入っているデッキなのであ、まあ、10戦するとどっかで10戦するとどっかで何かでき、はい、何もできなくなって、まあ、負けてしまう可能性はだいぶ高いので、はい、うん大丈夫かなという。なるほど、まあ、負けて負けたら、はい、もしかしたら解説みたいな感じで全然大丈夫です。わかりました。よろしくお願いします。序盤でもし散ってしまわれた場合はちょっと、はいご相談の形で今回は楽しく参加しているので、はい、まあ、負けても多分落ち込まないと思う。お自分で楽しいデッキを選んでるので、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ後半も頑張って、まだ前半か、はい、頑張ってください、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、伊藤慎太郎選手でした。